ひき肉を炒めたいと思います。でこれもねレンチンしないといけない。何分ぐらいでしたっけ？2分ぐらい、2分ぐらいかな。ソースをここにまず移して、何パスタ？ミートソーススパゲティ。よいしょ。ここにですね、これを炒め、もうどうしようかな、先に炒めちゃうかも。よいしょ。ミートソースじゃなくてミート、いやだからこのね、まあ、市販のソースなんですけど、ミートソースこの中に追加でこのおいミートソースを入れるんで、ミートソース、ミート、うん、これ味付けはとりあえずした方がいいのかな、まあ、一応ね。ここに一応味付けの、まあ塩コショウをちょっと入れておきましょうか。もう火止めていいかな、まあ、こんなもんすかね。でここに、まあこれレンチン、まだレンチンしてないんで、これレンチンしてから入れるかな。でこれをこっちに置いときます。
今度はパスタを入れていきたいと思います。一応ね、塩買ってきました、ちゃんと。ポンさんはもう無理でしょ。ポンさんは無理だと思いますよ。ポン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 ってなんかすごいコメントありますけど、ポンさんはもうあの人は人に好かれる要素がないのに人を嫌う、あの人一番人嫌うんで人に好かれる要素が何一つないのに人一倍人を嫌う人なんでね、ちょっとね、あの人とコミュニケーションとはなかなか難しいですよ、もうほんとね、もう異性としてその好きになった女性にはあの服従しますけど、それ以外のもうあのコミュニケーションってのはもう無理なんじゃないですかね。しかもその服従するっていうコミュニケーションの取り方もどうかと思いますけど、まあ、コミュニケーションというよりもまあ一方的と言いますか、まあ、要するにわがままなんですよね、一言で言っちゃうと。ということで、じゃあここに塩をちょっと少々入れます。そしてここにパスタを投入します。塩少ない？え、嘘、少ないかな？もうちょい入れた方がいい？結構いいと、え、結構入れたつもりだけどね。もうちょい入れるじゃん、こんなもん。いや、もう十分だと思うけどな。いや、入れすぎだよね、むしろね。茹でていきたいと思います味塩ではないです、これちゃんと焼き塩、味塩ではないです。味塩は入れないでしょ、さすがに。味がね、調整されたやつでしょ。調整というか、なんて言ったらいいんだろう、塩の、あの天然の塩じゃないじゃないですか。なんていうのか、天然の塩というか、塩になんか加工された状態でしょ。なんて言ったらいいんですかね。じゃあ今のうちこれをちょっとレンチンにしておきます。
とはね、これ茹で終わるのもまずだけなんで。まあ、めっちゃ簡単ですかね。しかもこうソースとかもさ、ちゃんと自分で作ればまた手間かかったり美味しかったりするんだろうけどね。まあソースはもう市販のやつなんでね、温めるだけど、まあ一応一手間加えてますけどね、この追加でこのひき肉を入れるという。ニコ生向けの配信じゃない、ニコ生向けの配信ってそもそもどういうもんなんでしょうか、うん、同じことしてるから飽きた。いやもうだからね、別にそんなやることないですから。そんなさ、企画とかさ、大そびれてやるのってさ、結構金かかったり手間かかったり大変やん。しかもさ、元取れなくない？元結構金使ってやったら、まあ、元取れないっすよ、うん。いやマジで YouTube とかの規模だったら余裕で元取れるんだろうけど、ニコ生なんてどんだけやっても多分元取れなくなる、あまりにも使うと、うん。つまらないんですか？別に面白いと思ってやってないです。あのね、みんながこれ見て面白いと思ってやってない、うん。楽しませようとしてないですから、皆さん。わかります？俺が配信つけてクリショお金稼ぐためだけにやってるんで。そう。ただ、普通にやっぱ家で喋ってよりかは、ね、ちょっと料理した方が、ちょっとなんかまだ、多少ほら、見てられる要素がプラスされるんで。別にこれで皆さんを大爆笑させようとなんてこれっぽっちも思ってないし、まあ、こんなんで笑うやついたら相当笑いのツボおかしいと思うし、そう、何気なく皆さんをちょっとでも見させることができればそれだけでお金になるんで、別に皆さんを大爆笑させようなんて思ってないですよ、こんなんで、うん。お金のためだけやってるんで申し訳ないけど、うん。てかこんなんで笑うやついたら頭おかしいじゃん、笑いのツボおかしすぎやろかね。ちょっとソース取ってみますね。あっ、ソースめっちゃ。どうだろう、ちょっと食べてみるか。一本食べてみよう。うん、うん、もうちょいかな、もうちょいかな。料理人気取るな、料理人気取ってないっすけど全然料理人とか気取ってないっすけど、うん、それはあなたがそういう風に見えてるだけで、それはあなたの感想ですよね、うん。
どうだろうこれ。ちょっとね、若干柔らかいかこれ。あ、硬いか。まだ硬いかもしれない。若干まだ硬いかな。そうそういいかな。あっうん、こんなもんか。こんなもんかな。アンチコメ多すぎる。ごめんなさい、なんかアンチコメがお金になるんでね、ここだとね。完全にアンチが養分になるんですよね、本当に。アンチコメがここお金になるとこなんで。ふわっちとかで1円にもなんだけど、ね、ここだとね、アンチコメントがお金になる。もうそろそろいいでしょ。さあ、ちょっと広角ないんでね、映しづらいんですけど、ちょっと明日届くんですけどね、広角なくなっちゃって。広角ないから映しにくいっすかけど。よいしょ。ふわっちやらんの。いやーもうね、投げ銭が最近減ってきちゃったんですよね。投げ銭飛ぶんだったらね、てか稼げる方でやるだけなんだけど、ぶっちゃけニコ生よりまだふわっちの方が稼げるかなって感じのレベルではあるの今まだね、言うても、うん、でももう結局でも続かないからね、ふわっち、うん、続かないっすから。よいしょ。いやでもありがたいですよ、こんだけね文句言いに来てくれるね、あのただの養分がいるわけですから、ありがたいよ。ニコ生は本当につまんないとか死ねとか言うだけで僕のお金になるんですから。こんなバカがいるから稼げるんですよ。本当バカ商売の相手ほど儲かるもんないですからね、本当に。帰れとか死ねとか言ってるくせに完全に俺の養分になってるだけですからね、マジ、うん、よいしょ。よっ、よいしょ。あ、これちょっとお湯捨てるか。熱いかな。よいしょ。でここにですね、この、まあ、市販のミートソースなんですが、まあ、これレンチンしてきたんでちょっと冷めちゃったかな。ここにこのさっき炒めた肉、あのひき肉をこう入れると、こんなもんかな。ちょっとこんなもんでいいと思います。ちょっとこれはね半分こっ
っちの皿に入れてちょっと取っときます。よいしょ。てな感じですね。ラップないかな、ラップ。ラップが、ラップというものはどこに、あ、これか。こんな感じで、でここにさっき入れたこれを混ぜてソースとひき肉を混ぜたいと思います。こんなもんすかね。でここにこれをかけます。でまあ、お好みでチーズと生ニンニクできました。よできた、できました。よちょっとね、広角ないから映しにくいですけど、よっしゃ、よっ、うん、ではね、できました。ちょっとね、自分の配信をちょっとミラーしながらコメント見れるんでね、パソコンで。よいしょ、こんな感じでできました。これ美味しいっすよ。三ツ矢サイダーのレモラ、レモンとライムのやつ、これめっちゃ美味しいよ。パスタス肉増ししました。うまっ、これマジで美味しいよ。これレモラっていうこの三ツ矢サイダーの、三ツ矢サイダーの中にレモンとライムが入ってるの、これクソうまいっすよ、うん、食べたい。いやこれマジで美味しいからこれほんと美味しいっす。いただきたいと思います。ちょっとね、
ほんと広角ないからね、映しにくいんですが、なんとか映します。広角明日届くんですけど、買ったんで今日、Amazon で。じゃあ、いただきたいと思いますかね。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきます。おいしい、おいしい、あーこれぶっ飛ぶわ、これこれにこれにね、ニンニク、生ニンニク、ここコースト、これこれさらにこれぶっ飛ぶから、これ生ニンニクこうさらにぶっ飛ぶからね、やばい、もうほとんどなくなっちゃったねほとんどなくなっちゃったのは気のせいかな。3分の2ぐらい使っちゃった、3分の2ぐらい使っちゃいました。これ新品で今開けたばっかなのに、開けたばっかなのに3分の2ぐらい使っちゃった。でこのチーズ、じゃあ、いただきますか。じゃあ、いただきたいと思います。あーこれぶっ飛ぶわ、これこれぶっ飛ぶよ、これ何やこれ、何やこれ、めっちゃうまいやん。あーこれぶっ飛ぶわ。うん、これはうまいっすね。ぶっ飛びますよこれ。ちょっとソース足んねえかもな。麺の量に対してソースが少ない。
わかりますみんなこれ。こうね、ニンニクと、これ見て、あ、アップで映したらこの美味しさがわかるかも、この色の感じ。でこのちゃんとね、ひき肉を焼いて、ひき肉を焼いてね、追いひき肉して、このたくさんの肉、ひき肉のこのミートソース、これね、ポンさんは違うよ。ポンさんはそうじゃないです。ポンさんはこうです。うまいね。ああ。お腹いっぱいになってきた。お腹いっぱいになってきた。で今ちくらない、これ。これちくらないっすか皆さん今。こんだけ恥さらして、こんだけ恥さらして今いくら、いくつ。こんだけ恥さらしてさ、3位。誰だこれ。ウマゴン1位、2位なんて読むんだこれ。ショウショウマル、ショウショウマル、ウマゴンに負けてる。食べてるだけじゃなくて、あ、そっか、これ脱衣麻雀とかってタイトルでやってるもんね。これは卑怯だわ。
脱衣麻雀とかってタイトルやったらそれは来るんじゃない多少。俺飯作っただけだもんな。てか本当に脱衣麻雀なんてしてんのかよ本当に。その前に本当に脱衣麻雀なんてしてんのかよ。こんなん絶対タイトル詐欺でしょこんなん、うん、本当にしてんのだって。だって本当に脱衣したらバンになるやん。バンならない程度にってこと、うん、あ、完食しました。まさかさ自分が脱ぐだけじゃない女の子とかいるんですか。ちゃんと脱衣麻雀とかってさ、なんかコンピューター相手にさ麻雀打ってさ、コンピューターに負けたらさね、男、まさか野郎がただ脱ぐだけ、脱ぐだけっていうそういうオチじゃないもしかして。ふわっちに戻れば正直ね、もうやっていく自信ないっす。やっていく自信がない。ケンケン知ってる、わかんないっす。